飯盒でご飯を炊いてみたいということで、今日ホームセンターで飯盒を買ってきました。昔はちょっと長細いような飯盒がありましたけど、今回丸型の飯盒を買ってきました。でいつもは焚き火で炊くんですけど、キャンピングカーの中では、ガスを使用するということで、2号を強ガスを使って炊いてみたいということで、今ちょうど1時間ぐらい水に浸してふやかしたところです。これからどんなふうに炊けていくかというのをちょっと実験してみたいと思います。もう私も飯盒で炊くのは本当にどうでしょう、30年ぶりまたは40年ぶりぐらいだと思いますけど、やってみたいと思います。それでは火をつけていきたいと思います。最初は弱火か中火ということなので、弱火で炊いていきたいと思います。こんな感じですね。それでは5分経ったので強火にします。10分経って吹きこぼれが始まったので弱火にします。
一まだ言わんの？言わん。もう沸騰してからだいぶ経つやね。まだ湯気は出よるよ。煙じゃなくて。え、煙じゃなくて沸騰し終わってピチピチ言い始めたらもう切って。言わんて。焦げ臭いな、でも。全然蓋取れ。ひっくり返ってみるか。これじゃあ熱いよ。10分間ちょうど蒸らしましたので、ちょっと蓋を開けてみたいと思います。おお、ちょうどお焦げもできて、やっぱ下は焦げつくね。うん、はい、ご飯はちょっとお焦げができた、こんな感じです。それでは食べてみたいと思います。十分美味しいです。今日保温カップも買いました。こちらなんですけど、中がステンレスで保温できるようになってます。でこちら黒が私で、こちらの黄色い方が奥さんです。でこちらのハンゴ一つ買いました。まあ、これで、キャンピングカー生活を快適にしたいなと思います。